こんにちは、天然石の歌のエルトンと申します。いつも本当ね、ありがとうございます。ちょっとネパールから帰ってきたばっかりでね、ちょっと風邪をひいてしまいましたのか、ちょっと鼻声なんですけども、すいません。お聞き苦しくないように一生懸命お話ししたいと思います。今日はですね、いつもね、私ルースたくさん仕入れてきて、私自身がね、マクラメでこういうようなアクセサリーを作っているわけです。あまり数は作れないんですけどね、ちょっと凝ったものなので、ですけど、非常にいいルースを探してきて自分の作品を作っているわけなんですね。最近はもうオーダーで、受けたまったものしかね、作りしてないんですけども、それでも時間がいくらあっても足りないという感じで、ただ今回はですね、ネパール行ってきた関係で、ヒマラヤ水晶をたくさん仕入れてまいりました。で、ヒマラヤ水晶と言いますとね、本当ヒマラヤ山脈と言いますか、山系っていうのはですね、すごく非常に広い場所になります。西から言いますと、インドがあって、チベット、ウイグル地区、ここはいろんなカシミール問題といって本当、一番危険地帯というようになっているところですね。中国も主張してますしね、インドももちろんそうですし、タジキスタンとか、ああいうところもいろいろ領土を主張しているところで、実際行ってみると分かるんですけども、 Google なんかで見ても国境がない状態です。 Google なんかが無責任に国境の線を引いてしまうと、 Google がその国に加担したということになりますんで、インドになるとインドがそこ含まれてます、中国に行くと中国の地図ではそこが含まれている、もしくはタジキスタンに行くとそこは自分だという領土の線があるんですけども、国際的には認められてないので、もうああいう国境の線がない状態、そういうところが一番西のスタートからですね。で、上は中国、下はインドで、ずっと東に行きますとネパールで、ブータン、あの辺りまでずっと、もういくつかの国にまたがって、ヒマラヤ山系っていうのはありますのでね、非常に広いですので、よくあるヒマラヤ水晶っていうのは非常に難しいんです、はい、本来のチベットっていうか、もう山の近くで採れるところで言いますと、大体インドとネパールになると思うんですけども、昔は本当中国産とか四川とかいろいろ言葉を聞いたと思うんですけども、中国の業者はそれら中国産のものを全てヒマラヤ水晶という名前で売っておりますので、ヒマラヤ水晶だけじゃ本当に非常によくわからない、どこの国のものかもわからないという形になっております。で、現在そういうことなので、実際ネパールだったりインドだったり行きますと、どの山で採れたのかっていうのをはっきりちゃんと教えてくれます。で、何回も何回も見ているとちょっとずつやっぱり特徴が違います。で、こちら例えばね、見ますとね、これはもう本当にもうガネーシュヒマールの最大の特徴であるクロライトがね、非常にこう混ざっている。で、ゴールドタイプとかね、いろいろ、イエローとも言われてますけどね、そういう箇所も入っておりまして、これにパイライトとかね、ヘマタイトなんかが入っていたら、もう全てガネーシュヒマールの特徴が全て見られるという、石になったりします。で、ここまでクローライト、もうクローライトだけのね、この何と言いますか、ポイントがあったりして、そのかけらで、ガネーシュヒマールっていう、もう最大の特徴の、石でペンダントなんかをすごく好んで作られる方も多いと、そういう感じですね。で、いろいろね、ネットでよく出回っているのがマニカラン水晶といって、これはマニカラン、実際私現地でいただいたというか、これはいただいたんですね。いくつか
買ってきた時に最後に私に対してプレゼントだっていうことで、これなんか非常にマニカランの特徴である赤い、この赤いねあれが見えてますね。もちろん無色透明のものもありますけどもね、マニカランといえばこのちょっとマニカランレッドなんていう方もいらっしゃいますけども、この石の特徴がある。で実はマニカランってネットで見ているとグラム単価が非常に高い、非常に高いんですけども、実は私あのバイクで行きました、ま、あのマニカランには、マニカラン村にはね、それぐらい実は一番行きやすいところです。標高もね時々4000メートルぐらいのことを明記されてますけど、マニカラン村自体は2000メートル台じゃないかな、うん、そんな感じの場所です、うん。で、またね、こちらはですねカンチェンチュンガというね、お聞きになったことがある方もいらっしゃると思うんですけども、世界で3番目にね高い山、ここは結構大変です。うん、一人一人ねポーターをつけたりして人力で取って、降りてくるわけですからね。このすんごいでしょ、このゴールドタイプって言われるねものなんですけどね、ちょっとサソリ型してるんですよ、ね、ゴールデンスコーピオンと、まあ、取ってきた方が名付けておられましたけどもね、もうどうしても譲ってほしいということで私無理を言って、仕入れてまいりました。こんな感じでまあ各地いろいろ特徴があります。あとあのね今回入れたものではですね、こちらマカルーさんというね世界で5番目に高い山の、ヒマラヤ水晶になります。なんと言いますかクラスターは買ってこなかったんですけど、逆にこういうペンダントサイズのやつをね結構大量に買うことができまして、これもなかなかね、なかなか手に入らない、こんなちょうどいいサイズなんかなかなかないんですよね。これもよくクローライトが入ってたりします。はい、これダブルのものですね。まあ私が見ていただいたものの中ではこのマカルさんが結構買いやすい、値段的にはね。ですけどクラスターの単価とやっぱりこういうねアクセサリー用の単価でいくとこっちの方がちょっと割高になります。うん、それはもうどんな石でも大体そうですね。クラスターでごつい1キロとか2キロのやつになると単価は安くなりますし、こういうすごくアクセサリー用のものとかになりますと単価は上がります。それだけまあいろんな意味で難しいからだとは思うんですけども、ちょうどいいサイズっていうのはそんなに手にたくさん何キロも出ないですから、これをね1キロ分とこの一塊を1キロ分とで同じ単価で売っていたらやっぱり小売りの人っていうのは大変ですからね、まあ、そういう理由があってだと思います。あと、こちらね、エベレストのサガルマータっていうところですね。ちょっと、サマルに比べる、マカルすいませんね、フィリピンのね地名とねよく僕間違っちゃうんですけど、マカルさん、こっちがサガルマータで、サガルマータは、そうですね、サガルマータは値段がねまあ一緒ぐらいかな、うん、大体一緒ぐらい、グラム、まあ、100円、安いとこだとしないかなっていうぐらい、ちょっといいとこだったり物がいい透明度の高いものだったらやっぱ150円ぐらいで、ちなみにですからこれをちょっと測ってみますね。こういう感じで測ってみます。ここにねスケールがありますんでね、これで、ゼロになるのを確かめて 18.8、 まあ大体まあ1600円から2000円までだったらまあ適正価格じゃないかなと。まあこれで枕目に自分で出来張る方はパッと紐ないなんてほとんどもう何十円も
ね、するかしないかですから、100円はしないですからね。それで作ってこういうところにちっちゃいムーンストーンだったりね、ルビーだったりを入れると非常にいいペンダントになるのではないでしょうか。うん、でちょっと太いものがあったら男性用とか、これちょっと大きいですね。大きいですからこれだと38グラムあるんでね、まあ、3500円から4000円ぐらいになるかもしれません。でもエベレスト水晶のこれだけ綺麗なもの、エベレストのサガルマータでこれだけ綺麗なものをゴツンとこうネックレスなどにすると、これから非常にかっこいいと思うんですけどね。うん、まあこんな感じでお話しさせていただきましたが、まあ、ヒマラヤといってもね、非常に場所がいろいろありますんで、どこまで特定できているかっていうことですね。で、ネパールの私たちが現地に行ってですね、ヒマラヤ山系の石をですね、落ちてたり、まあなんかこう実際落ちてることもあります。トレッキングなんかしてると、でもっといいこんなクラスターなんていうのはもう山登っていって取ったりするわけなんですけども、私たち外人が取って持って帰るっていうことになると、これはもう法律違反です。現地の人でちゃんと許可を得た方が、パーミッションというものを、私たちがトレッキング行く時にもちゃんと国で取ってもらうんですけども、現地の方たちの石の採掘とかの場合はですね、パーミッションを取って、で1週間ぐらいねかけて登っていって、で取って自分の持てる分だけを、持って、で降りてくると、こういうことになります。ですのでマニカラの場合は、私もお話しした通りバイクで行けたり車で行けたりするんで、どうしてもね、その上げ下ろし移動っていうことは安くつきます。うん、ただマニカラの水晶はやっぱり数が少ない。はい、で現地の人が散歩がてらに行って実際取ってきたりして、お宿のご主人なんかが貯めたものを、あ、好きだったら買わないかってね、売ってくれたりします。ただ、マニカラ村からインドだったりの移動は車とかで簡単なんですけども、取るのは楽でも少ない。で、まあ、ガネーシュイマールだったりカンチェンジュンガだったりすると、もうバスで、例えばですよ、カトマンズからだったら何時間も乗って移動して、そこから自分で登っていって、まあ、中にはロバーを借りたりですね、そのポーターというものをね雇っていく場合もあります。うん、で拾ってその分を持って帰ってきて、送るっていうことですから、その非常にコストがかかるんですよね。あるけど取って持ってくるまでのコストが大変ということです。うん、でしかもあるっちゃあるけど綺麗なもの、先ほどの話した通りね、これだけ見事に綺麗なものっていうのはそんなに数が取れるもんじゃないということで、やっぱり、大体こういう値段になってしまうんですよね。で日本の業者が今度持って帰るってことになりますと、コンテナとかああいうのだとまだ関税をかけるということになります。で手持ちの分だと、石に関して、手持ちに関してはですね、もう宝石カットされているものっていうのはやっぱ関税がかかるんですけども、こういうラフのものに関しては無税ということになっています。そのあまりにもね大きいものになるとキャリーインでもダメですけども、私たちがカバンにちょこっと入るぐらいでしたら OK というふうになってるんですね。ですけど私今回ね、ちゃんと関税の場合の、ビルっていうか書いていただいたんですけども、止められて没収になりそうになりました。はい、最近まだ厳しくなってるということで、ね、ネパールのね、で税関でいろいろ話を止めて、品質なんかとかいろいろそういうやっぱり専門というか空港内の警察の方でもちょっと知ってる方がいらっしゃるんで、読んでいろいろ見た上で、まあ、今回は OK だということで通していただいたんですけども、もう
あわよくばは逆ですね、うん、もう本当に全部募集なんていうことになったら、まあその場合はあの私をいろいろサポートしてくれてはるカトマンズの、観光協会の副会長さんがね一回引き取ってじゃあ関税かけた状態で送るというふうなことをしてくれるよっていうふうに言われてたんで、どっちしろ持って帰ってくることにはなってたんですけども、うん、ちょっと心配になるようなことがありました、うん、まあそんな感じでねいろいろインドっていうインド今回カトマンズですけども、カトマンズっていうのは研磨技術がまあまあ乏しいですので、綺麗に例えばこういうふうによくある人工的なポリッシュっていうふうなのをするとインドに持っていく、インドに持っていくときに関税がかかる、業者同士ですからね、ものすごい何トンとか送りますから必ずかかります。で削ってもらって人件費がかかって、そしてこっちに持ってくる、その時にまた関税がかかるっていうことなんで、下手するとね2倍とかね、うん、業者によっては儲けたいっていう人はやっぱり3倍ぐらいの値段をつけてます。ですのでどうしてもインドの方が安い、うん、関税が1個分かからないのと、その業者が1つ噛まなくなるっていうことで、あと運賃もですね含めてどうしても、ただこういう原石に関してはわざわざ持って行って売る必要がないので、やっぱりカトマンズだったりそのネパールの国の中で買った方が安いしいいものが入るということで、今回、何箇所かのねヒマラヤ水晶を、お話しさせていただきました。うん、まあマニカランが高いかね、2000メートル級のマニカランが高いのか、それを納得するのか、あとは、まあ、非常に高い世界で3番目に高いと言われるねエベレスト K2 さんのねムーンクォーツも有名ですけども、それかこの、まあ、ゴールドタイプとこっちもあるカンチェンチュンが3番目に高いというねところなのか、それとも7000メートルね、8000メートルはないですがこのガネーシュヒマールの石がいいのか、うん、これはもう皆さんのお好みだと思います。なんかやっぱりでもねこういう置物はね景色がいい、すごい景色がいい、本当にこのもう飽きないですよね、じーっと見てて面白いですよ。このポイントがここに入り込んでるとかね、こう本当山を見てる感じがしたりするんですよ。うん。まあまあ、現地の方も一番強いエネルギーを持ってるのはこのガネーシュ。ガネーシャっていうね象の神様がいますけど、それを連想させるということでやっぱり、うん、高いところでできた水晶はいいぞと、うん、いうことですし、カンチェンチュンガの方はいやこっちが上だと言いますし、もうそれはねピピッとその欲しいなと思った方が素直に感じたのがいいと思います。そこに値段が合うのかどうかで、大体ですねまあ高いよくね見るのはマニカランはね大体グラム150から200円ぐらい、うん、ですからやっぱ1キロとかになると、まあ、あんまり重くなるとちょっと単価は下がりますけど、やっぱり1キロ超えのものになると結構、うん、7、8万とかもうちょっと姿のいいものだったらやっぱ10万は置物でも超えてますよね、うん、でマカルーさんはそこからちょっと安い130円から160円ぐらいで、カンチェンチュンガっていうのはいろいろ色がありますんでね、ホワイトっていうかクリアなものでしたら、まあ、110から180円、ゴールドで美しいものになりますとここから180円から250円とかっていう値段になってきます。でガネーシュヒマールは非常に種類が多いです。
その一番パワーが大きいっていうかね、すごくいいぞって言われてるクローライト、うん、クローライトが一緒に成長する水晶になることでめっちゃくちゃ鋭くなるんですよね。それがまた姿がいいということで、このクローライトにが絡んでるものになるとやっぱり200円から300円置物でもですよ。だからまあまあ高いです。でホワイトノーマルなものだったらその半額近い150円ぐらいで、ゴールドになると200円ぐらいで、あとねパイライトと、あとパイライトって大体金色なんですけども、シルバーのものもあるんですね。ヘマタイトで、ゴールドパイライトとシルバーパイライトって分けられてるんですけど、これも、パイライトのものは200、シルバーパイライトって言われてるものになると250ぐらいですね。あとあのマグネシウムとかアルミニウムがこう入り込んでるような、うん、ものになるとまた250ぐらいという、うん、ものになってきます。あったかな、これですね、これわかります、これね、シルバーパイライトって言ってますけど、まあヘマタイトですね。こういうキラキラキラ金属が入ってるもの、これもまあまあ綺麗ですけどね、うん、これもこんな塊なんですけど、まあまあいい値段がします。これもそうですね、金属こう入ってますね、うん、力強い、うん、水晶です。まあ、こんな感じでいろいろございます。ですのでヒマラヤ水晶といっても本当いろいろありますんでね、うん、やっぱせっかくなんでこの地名を覚えて地図でも調べて、ああこんなところから来たんだと。でまあカトマンズネパールが中心なんですけども、そうですね、そこからバスに乗ってもめちゃくちゃまだアスファルトが引いてないし、引いてても、もうしょっちゅう崖崩れがあったりこの水害があるからか、本当にもうこんな感じでですね、7時間から10時間揺られて、まず第一ポイントまで行く、そっからまた歩いてトレッキングだったりっていうね、まあまあ、本当。あと日本から直行便がないですからね、うん、ネパールは、うん、インドはあるんですよ、うん、ですので非常に行くだけでも大変。ブラジルも私行くの大変だなと思ってたんですけども、いやーその採掘の村まで行くことを考えたら、うん、近いようで遠い、本当に遠いです。そんな感じで今回ね、入荷した分はまた、私のネットショップで一つ一つ丁寧にね、写真を撮ってで、販売していきたいと思いますので、もし、面白そうだなと思う方は下にまたリンク貼っておきますので、ちょっと覗くだけでもで他に比べると必ず少しでも私、安く頑張ります。店舗もないですし、人件費も私だけ、写真を撮るのも全部僕一人です。それではよろしくお願いします。 あとルースなんかもたくさん入れてきました。また別の機会にそちらはそちらでちょっと紹介させていただきたいと思います。それではどうもありがとうございました。